今回紹介するのは、ニューモデル速報第545弾トヨタ CHR のすべてという本です。ニューモデル速報とは、ライバル車比較、使い勝手徹底チェックデザインインタビューメカニズム消密解説、開発ストーリー。 そして、祝刷カタログまで、一冊で、その車のすべてがわかる。最強、最速の車バイヤーズガイド誌。2017年、カー・オブ・ザ・イヤーは CHR でほぼ決まり、表紙を見る限り、ビッツ顔の CHR、このターコイズ・ブルー選ぶ人はどれくらいいるんだろうか。さて、M 市場してきましたが、うち、外装ともにまとまってて、 運転席からの居心地は良かったです。走りはとてもスムースで全く違和感なし快適な車でした。これが最新のトヨタ車かと時価総額30兆円の企業が開発した車かと最近流行りの SUV は無駄にでかく狭苦しい日本では扱いがたいだけベゼル、XV、19、CX3。 CHR くらいが普段気にはちょうどいいのではまあナビやらマットやらオプションつけたら350万するのでそれ考えたら購入はなしですガソリン価格がまた上がってきたこのタイミングでのリリースを上手ですが以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったら チャンネル登録をお願いいたします。